タレントのところジョージ64が5月3日放送の日本テレビ系クイズ、あなたは小学5年生より賢いの？午後7時に出演し、1990年に放送された同局系マジカルズノーパワー以来、約20年ぶりとなるクイズの回答者に挑戦する。同局の番組と連動した大型キャンペーンゴールデン学びウィーク、29日から5月5日では30以上の同局系番組で新しい世界を学ぶをテーマにした様々な学び企画を展開。塾長のところのほか、塾生代表の俳優中村修なり、塾生の増田一アナ、水浦麻美アナ、ネット塾生絆愛の参加が発表されている。その一環として今回、小学生の教科書を学ぶをテーマにした同番組で MC を務めるところがクイズに挑戦することになった。世界40カ国以上で放送されている超人気クイズ番組で、有名芸能人が小学生の教科書から出題された問題に挑戦し、全問正解すれば1000万円がゲットできる。スタジオでは小学5年生5人が同じ問題に回答。回答者の大人たちとして、ところをはじめ、長嶋一茂、中村、現役東大生の松丸亮我らが挑戦する。約20年ぶりにクイズに挑戦したところは、マジカルと違って、知識を問う問題が多いから、なかなか答えが出てこなくて苦戦した書き順とか、自分がこうだと思っているのと逆が正解だったりして。そもそもカタカナにも書き順があるのに驚いたと振り返り、大体皆さん意外にいいところまで行ったんだけど、一人だけすごく印象に残る方がいるので、かっこ笑い、ぜひ楽しみに見てくださいと見どころを語った。また、キャンペーン期間中に連動データ放送、学びキャッチゲームを実施することが決定。これは、データ放送画面に、ところ、中村、マスアナ、水占いアナ、絆愛がランダムに現れ、上から落ちてくるアイテムをキャッチすれば、得点がゲットできるというゲーム。絆愛ハイタッチ会、水占いアナキャンディ配布、中村智也、イラスト展覧会は、汐留日本テレビにて行われる、ゴールデン学びウィークイベントにて、開催予定。さらに、マスアナ、出張授業、所ジョージ、私物プレゼントもキャンペーン HP にて募集する。